こんにちは。今日は丸くんに、クッキーを作ってあげたいと思います。じゃあまあ早速ですが、ボンバン材料入れていきましょう。片栗粉 60g ぽい、小麦粉 40g ぽい、はちみつ大さじ2、大さじ1、大さじ2、はい、OK、はい、では、まあ、これはね、ネットで調べて犬も食べれるというクッキーを調べたんで大丈夫です。と、これですね、無調整豆乳、これを大さじ2入れていきます。大さじ1、大さじ2、はい、混ぜます。はい、こんな感じで生地ができました。これを平たく伸ばしていきます。よし、で、ある程度平たく伸ばせたら型を取っていきます。こんな感じですね。で、クッキングシートを引いた上に置いていきます。はい、型を取って切れ終わりました。はい、これを170度に予熱したオーブンに入れていきます。よいしょ。はい、で、これで、約20分ぐらいですかね、入れていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じですね。出してみましょうか。よいしょ。よし、これを冷まして丸くんにあげたいと思います。丸ほら、丸のクッキー作ったでいい。待てよ伏せ。待てよ。よし。うまい。どこかこぼせる。まだいる。まだいる。よし。ういなる。うまい。もうダメ。終わり、今日終わり。はい、じゃあね。もう一回やろうかね。はい、座れ。よし。